金沢歩美は、フリーアナウンサー。福岡県出身。福岡県立城南高等学校、上智大学外国語学部ポルトガル語学科を卒業後、2011年に名古屋テレビに入社。入社1年目で、速報。甲子園への道の東海地区パートの MC を担当し、夏の甲子園では、愛知代表のイタリ学館高等学校のアルプスリポートをした。 また、スカパー、ヤダゾーンのサッカー中継で、リポーターを務めるなど、スポーツ関連の仕事が多く、スポークンでは、伊集院光のアシスタントを務めた。2012年4月からは、メテレの自社制作番組、ドデスかの中でも、スポーツコーナーを担当している。土曜日は、同番組で、倉橋智和と共に MC を務めた。また同番組の、 聞いて得する達人実期でなどを担当。夕方の自社制作番組アップでは生中継などを担当した。2016年に結婚したことを自らのブログで発表した。2018年6月26日、7月より3級に入ることを自らのブログで発表した。2020年5月8日、目、テレニュースで育休より復帰。 アナウンス部の公式ツイッターで報告した。2020年9月8日、メテレを9月いっぱいで退社することを自らのブログで発表した。2020年11月1日、NTB 所属となったことをインスタグラムで発表した。2021年5月11日、第二子妊娠をインスタグラムで発表した。高校生の時に出場した。 NHK 全国放送コンテストで全国大会に出場した経験がある。同期入社の徳重ンナとは同じアナウンススクールの出身で学生時代から知り合っていた。また、元東海テレビの竹広美とは学生時代にテレビ埼玉の高校野球ダイジェストの MC として入社前に共演していた。同じく目、デレアナウンサーの鈴木しおりと共に白チームとして出場した。 アタック25系列女性アナウンサー大会で優勝している。初の全国ネット中継は同じく朝日放送制作の旅サラダのラッシャーいったまいとの名物コーナー。名古屋ドームでよく中日ドラゴンズの選手にインタビューをする場面があるが身長が150センチメートルと小柄なためせ丈けの差が顕著に現れる。ご報告しばらくお休みしますね。 テレアナウンス部ツイッター、2020年5月8日、閲覧。ご報告、9年間ありがとうございました。あゆみより2020年9月8日、閲覧。金沢あゆみインスタグラム2020年11月1日、閲覧。金沢あゆみインスタグラム2020年5月11日、閲覧。ありがとうございます。